プロテウス、プロテウス、ネプチューン、A とは、海王星の第八衛星である。海王星の衛星の中では2番目に大きく、また海王星で最も大きなである。1989年に探査機ボイジャー2号によって発見された。ギリシア神話で姿を自由に変えられる渡積みのプロテウスにちなんで名付けられた。プロテウスは、海王星のほぼ赤道面を公転し、 海洋星の赤道半径の約4.75倍離れた軌道を公転している。プロテウスの形状は直径が 400km を超える、主に氷からなる天体であるにもかかわらず、楕円体とは大きくかけ離れており、いくつかのくぼんだ面と 20km の起伏を持った多面体のような形をしている。表面は暗く灰色じみており、大量のクレーターがある。 プロテウス最大のクレーターは直径が2 3 0トル以上のファロスである。大きなクレーターに関連していくつかの崖や溝、谷も存在している。プロテウスはおそらく海洋星と共に形成された天体ではない。プロテウスは海洋星最大の衛星トリトンが捕獲された時に形成された破片が後に合体して形成された可能性がある。プロテウスは 宇宙探査機のボイジャー2号が1989年8月に海王星をフライバイする2ヶ月前に撮影した画像から発見された。発見は同年7月7日に国際天文学連合のサーキュラーで公表され S1989N1 というカリフ号が与えられた。発見報告においてスティーブン・ーシノットとブラッドフォード・ A ・スミス21日間に 渡って撮影された17フレームとのみ伝えたため、発見日はそれだけ前に遡った6月16日以前ということになる。1991年9月16日に、ギリシア神話における姿を変えることができる海の神、プロテウスにちなんで、現在の名称が命名された。またネプチューン8という確定番号が与えられた。プロテウスは、 海洋星から海洋星半径の4.75倍と、ほぼ等しい距離を交点している。軌道の離心率は小さく、海洋星の赤道からは、約0.5度傾いている。プロテウスは、海洋星の巡行する、規則衛星の中では最大である。時点は、交点周期と同期しており、これは常に片面を、海洋星に向けていることを示している。プロテウスは、海王星で2番目に、 大きな衛星である。直径は約 420km あり、これは2番目に発見されたネレードよりも大きい。しかし海王星にとても近く、海王星が反射した太陽光の中に隠れていたため、地上の望遠鏡からは発見されなかった。プロテウスの表面は暗く、その機械アルベドは約10%しかない。紫色から緑色にかけての波長で、 反射率が大きく変化しないので、表面の色は灰色じみていることになる。波長、約2マイクロメートルの近赤外線波長では、プロテウスの表面の反射率が低くなるため、炭化水素やシアン化け物などの複雑な有機化合物が存在している可能性がある。これらの化合物は、海洋性の内衛星が低アルベドであることに関与している可能性がある。プロテウスは、 かなりの量の水の氷を含んでいると考えられているが、文工学的にはそれらは表面から検出されていない。プロテウスの形状は半径約 210km の球体に近いが、球形からのズレは最大で 20km と大きく、天体の大きさの割に形がいびつなことが特徴の一つである。これは低温のためプロテウスを構成する氷が強固に、 なり、重力に逆らって不規則な形状を保ちやすくなっているためだと言われる。科学者たちは、プロテウスが自身の重力で完全な休憩にならない程度の密度を持つ大きさの天体であると考えている。土星の衛星ミマスは、おそらく土星付近の高温度や超積加熱によって温度が高くなっているため、プロテウスよりもわずかに質量が小さいにもかかわらず大円体の形状をしている。 プロテウスは、全体の形状が三軸楕円体よりも不規則な、多面体に近いが、わずかに海洋性のある方向に伸びている。プロテウスの表面はいくつかの平面と、直径150から 200km の凹面がある。この凹面はおそらく劣化したクレーターであるとされている。プロテウスには大量のクレーターがあり、地質学的に変化している兆候は見られない。最大のクレーター、 ファロスは230から2 6 0トルの直径を持ち、深さは10から1 5トルである。ファロスはプロテウスの表面で唯一名称が与えられている地形で、名称はキリシア神話でプロテウスが統治した島に由来する。ファロスに加えて、いくつかの直径50から1 0 0トルのクレーターもあり、直径5 0トル未満のものも数多く存在している。 発見されているプロテウスの第二の特徴は、崖、谷、溝といった線場の地形である。最も顕著なのは、ファロスの西にある赤道に並行している地形である。これらの地形は、ファロスや他の大きなクレーターを形成した巨大衝突の結果として形成された可能性が高い。プロテウスは、海洋星の他の内衛星と同じように、 海洋星付近で形成された元から存在する天体である可能性は低く、その多くはトリトンが海洋星に捕獲された後に発生した破片から形された可能性が高い。トリトンが海洋星に捕獲された当初は軌道離心率が非常に大きく、もともと内側に存在していた衛星の軌道にカオス的な接動を与えた。そのためもともと存在していた。 衛星同士の衝突が発生し、破片による円盤が形成されたと考えられる。トリトンの軌道が円形になった後になって、初めて破片の円盤の一部が再合体して、現在の衛星になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。